宮城選手も去年のはまだこう、まあ、インターハイ決勝まで行ったんですけれども、私あの東京武道館の地区予選を取材に行って一人で話を聞くというような、その東京ローカルで試合をしていた選手があっという間に階段を駆け上ってこの国内最高峰の舞台までたどり着きました。もう夢がある話ですよ ね、 そうですね。強くさえなればちゃんと届く舞台があるというのは素晴らしいことです。この青の柔道着が宮城かな選手、こちら白の柔道着が福岡県警の辰川里奈選手、先日の講道館杯のチャンピオンです。角田夏実キラーと申しますか、世界選手権2連覇者の角田夏実選手を破って上がってきました。2020年講道館杯について角田選手を破って上がってきました。こちら非常にしぶとい選手ですね、白の柔道着、勝川選手。角田選手とのゴールデンスコアのとても激しい試合でしたね。はい、ゴールデンスコア13分ほど試合でした。試合上この決勝は第3試合上で行われます。私たちのサイドからちょっと遠いんですよね、あのアドボードで足元が見えないんですけど、うまくこう立ったりですね、ビジョンを見ながら解説をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。します。はい。決勝が始まります。白の柔道着が福岡県警察勝川選手、青の柔道着は高校3年生、修徳高校3年生の宮城田野選手。組手は勝川選手が右、宮城選手が左組の、この両肩を掴んで引きずり下ろすような積極的に、ね、勝川選手、選手今日は組手が非常に速いですよね。勝川選手持って川選手が右組、はい、宮城選手が左組の喧嘩四つですね、はい、釣り手を上から持った白の辰川選手が重みをかけていきました。待てがかかります。辰川選手前、宮城選手左構えで釣り手からまず出していきます。選手変幻自在、釣り手を絞られたままから、ね、右の大外刈り外側にアクセスしてお互い体側を合わせる形で待てがかかりました。はじめがかかります。勝川選手どんどん足を使いながらですね攻めていきますからね、はい、宮城選手的が絞れないような状況ですよね、はい、宮城選手得意の左背負い投げ出すチャンスはまだありません。辰川選手今度は組手不十分でも前に出て場外際まで追い込みます。ここから隅返し、あっという間に場外際、この内股を探しておいての隅返し、はい、辰川選手プレッシャーのかき方上手ですよ ね、 上手ですよね、相手に指導させないように上手に圧をかけてますね、はい、場外に出てしまうと指導という部分も狙っていると思いますね、はい、今のところまだ両者に反則はありませんけど組手優位に進んだ辰川選手、この足を内側に差し入れておいて止めておいてから今度隅返し、はい、します。今辰川選手いいように柔道しているように見えますが、そうですね、指導の対象になってくると思いますよ。ここはそうですね、はい、消極的な試合姿勢の指導、ね、宮城選手で消極的というよりは辰川選手の構成が認められたという印象で指導がありました。どうしても組み際から果敢に仕掛けに行くのが辰川選手、どうしてもあれですね、宮城選手なかなかこう高い策が得られないですね、やっぱ地引きがあるんですよね。これは組手を切り離してしまいました。消極的指示が出ましたね。そうですね、まあ、組手を嫌ったという指導ですよ ね、 すね、今のルールでは組手を切り離してすぐに組みに行かないと反則になってしまいます。宮城選手ちょっと外側遠い間ですが、あえて一つ入れようということで背負い投げを打っていきました。やっと打ちましたけどもちょっと距離が出ましたね、はい、あの不思議な取り身のある宮城選手の背負い投げはまりそ う、 そう、ね、よくいきますね、柔らかい、今のよかったですね、左の背負い投げ低い背負い投げでした、はい、徐々に出せるようになってきましたね、はい、とてもあれ2本持っているこの状態、うん、はい、左の前隅に相手を崩す、体側を合わせ合ったところで再び待て、宮城選手ちょっと2ついい技が、ね、今一瞬が良かったですよね、宮城、はい、左の釣り手がこう襟元を持てるとチャンスが出てくると思います、はい、
かし辰川選手そこを持たせないようにしながら奥襟を叩くと、はい、こうですね、やはり、はい、この持たせないようにしながら、はい、宮城選手、あ、辰川選手が滝に巴投げで変化が効きます。宮城選手寝技挑みます。辰川選手は足を絡んでのディフェンスですが、これはちょっとここはいいんじゃないですか。ちょっと辰川選手今の防ぎ方ちょっと安易に感じたんですが、ここ足が、あら、なんと抑え込み入ったんですが逃れるですね。足は抜けたんですがくるりと返りました、はい、ちょっと油断というかディフェンス緩かったですが、これでも宮城選手どう抱えて自分の体重をかけて回ってきた。辰川選手足を絡んでディフェンスしますが十分な絡み方ではない。20に入りましたね。20絡みですね。20が1重になったところで待てがかかりました。少し宮城選手、はい、いい流れになりそうな予感がありますね。次のターンで左の釣り手、襟高いところを持てるともう一つ攻めが詰めそうな雰囲気になってきました。ここを辰川選手がどう持てるか、持て始めましたね。持てますね、はい、塚選手絞り上から持ってるんですけど、その中で宮城選手の内巻き込みから空転して深く持ち出して墨返し、あ、寝技上がりますね。再び寝技、足抜きにかかります。ここは勝負どころですよ。空中バランス、待て、徐々になんか宮城選手、塚選手のリズムに慣れてきてる感じがしますね。勘のある選手ですね。試合中にそれを修正してくるっていう、対応してくるってことですかね。残り時間20秒となりました。ただ先に仕掛けてるのは辰川選手なんですよね。はい、ここうまい辰川選手、引き手を持って釣り手をお互い L の字の位置から頭を屈し合うような形で潰れました。ただ指導差 2-0 ですからね、はい、潰れ合っている展開はリードしている辰川選手にスコア的には有利に働きます。両者に指導が来ても宮城選手は負けてしまいますからね、はい、そういったところも計算して攻め手に転じないといけないですね、はい、宮城選手は膠着を作ること自体がもう負けに直結してしまうということです、はい、ゴールデンスコアの延長戦が始まりました。お互いに釣り手は持ててます。宮城選手が持って始めましたね。下からですね。下からですが持ててます。ここ肘が入れば背負い投げいけるんじゃないですか。はい、背負い投げ入った。もう投げたー。わざあり。なんと宮城選手、やっぱりあの不思議な取り身はこのグランドスラム東京の決勝でも健在だった。両手が持てすごい。ワンチャンスですよね。この両手が持てた瞬間。宮城選手できましたね。今年の高校選手権のチャンピオン、高校カテゴリーでも勝ったり負けたりだった選手なんですが、上位ではなんとこのグランドスラム東京で優勝、しかも投げて優勝。そうですね、得意の形、強い投げで押し込みましたね。角田選手、他選手がいる階級で古賀選手を直接対決で破り、角田選手を破って辰川選手を破り、こういう試合がこうきっかけになるんですよね、はい、そして技がある選手はやはり強いですね、はい、若手が初めてデビューして、はい、ここからさらに夢がありますよね。そうですね、夢がありますよ。先ほどもお話ししましたけど、1年前は東京都予選を私が取材していた選手ですよ。当然取材者は私一人だったわけですが、今日はこの後ミックスゾーンで多くのメディアに囲まれてテレビのインタビューを受けてということになるわけですよ。夢がありますね、はい、そうですね、日本は一体ついまた新ニューヒロインが出てきてしまった。世界の選手たちはびっくりしてるんじゃないですか。日本はまだいるのかと48キロ嬉しい悲鳴でもあることもね。そうですよね、辰川選手も今日素晴らしかったと思うんですよね、はい、もう素晴らしい辰川選手を投げて勝つという力、すごいですね。今
田選手、そして渡名喜選手、さらには小川かな選手、本当に日本の選手力、これからまだまだ目が離せないなと思いますね。しかし、そういうのを知ってもらいました。もう両手を持ったこれ襟ですね。襟を持って、これもなんか独特の入り方をする選手ですね、このセーナーで。逃げる場所を作らないという、なかなかこう、ここから持っていきますよね。そうすると、やはり1回受けたとしてもたまらず、そこから持ってかれてしまいますので。逃げ場がないかな、ね、あそこに入らせてしまうと予備動作ですかね。背面が入る前に一回カクンってなんかちょっと一回手前に引いて、あの相手の重心を前に持ってきているんですよね。そこで相手の逃げさないように反応させないよう、反応を遅らさせるような技術を持っているのかな。